ありがとうございます。いやいや、もうどれですこの暑さ、暑さといいね、いろいろと暑すぎますわね。もう、もう吐きそうでしょ、もう吐いてるもん吐いてるもん、暑すぎてもう耐えられへん。いや、ほんで普通なんか吐いてるもんってなんか、あ、冗談で、ほんまに吐いてうん、いる人おるもんな、確かに実際うん。再度ね、思っててもね、うん、新世界おるでしょ、はいはいはい、あれ、路上のおっさん元気やね。あ、なんでなん、なんか下手ってそうやけどね。いや、下手ってへんねん、まあ、イメージは下手ってるイメージやねん。くそ暑いとこで、うん、飲んどるもん、気よ。あ、なんでできんの、あんなこと。なんか、下に座ってね、はい、飲んでもあんねん、みんなで5人ぐらいで気よ、真っ昼間。あ、じゃあ朝はもう50度ぐらいあるでしょ、直射日光でしょ。もっと悪でしょ。でも、あと、うん、血とか暑いんかな。いや、なんでも違うんかもしれんね。わからん。じゃあ普通暑いとかしんどいとかいうのが、うん、楽しいと思ってるかもしれない。それがもう酔っ払って分からへんのかな。え、なんでどうなん、言動おかしいとかないの。あのね、黙って飲んでる時があるんですよ、5人がそれ怖いな、なんか縛るけど、で、わーいって言ってる時もあるし、黙ってる時もあるんですよ。5人が5人黙ってずっと飲んで、ほんで、亡くなったら、うん、あのローソン買いに行ったりとかして、はいはい、うん、ほんでストロング飲んでますわ、ルーパーの。え、あれやってんの、なんか強いのね、だからダッシュして酔いや早く回すと。ダッシュさんは今行ってないですね。最近は行ってない、はい、昔はあれ、爆弾やった、なんかそういう飲み方ある、うん、あのなんかね、あの鬼殺しのあのパックのやつをストローでちょっと飲んで走るとか言ってましたけど、うん、今そんなおっさんは行ってない、行ってない、うん、意外となんかおとなしく飲んでますけど、うん、元気やな思ってね。やっぱりなんかちょっと違うんかもしれない、感覚的に。うん、でね、僕ね思ったんですよ、飲むんやったら、うん、朝早起きてね、はい、例えば涼しいうちにね、はいはいはい、その5人のコミュニケーションを図るといいけども、はい、大体ね、お昼ですよ、一番クソ暑い時間帯に出てきて飲んでるんですよ、うん、いい、どうだろう、外の方が涼しいんかな、100度ぐらいの灼熱のなんかボイラー室みたいなところに寝泊まりしてるから、もうそこを思ったらもうまだ涼しい、うん、ほんでね、お日さんが沈む時間であると帰っていくんですよ。逆やよね、普通は、ね、うん、だから暑い時を選んで飲んでるんですよ、どうも見てたら、うんうんうん、不思議やなぁ思ってね、何やろう、流行りなのかな、なんか。え、でも昔からそうなのかな。まあ、昔からまあ座って飲んでましたけど、冬場にはまあおるんですよ、さっぷり時でも、もう基本的に変わらないですけど、うん、暑かったら普通出てきへんのじゃん、普通はこう日陰にというかね、人目見えへんとことか、うん、とかあのラジオ体操みたいな、ほんまに早朝そうでしょに何かして、でも暑なってくる帰りましょうやけど、そうそうそう、暑い時を寝ろで飲んでるという、うん、まか不思議な現象が一回聞いてきてんの、怖いわいや、ちょっと寄ったふりして楽しそうでない、兄さん、聞いてくださいよ。じゃあ俺はあかんねん、絶対そういうとこ行って喋って途中、悪手間を思うねん、なんかしたんけ、途中で。いや、悪手もよろしいやん、潜入捜査とか絶対できへんタイプ。悪手間、悪手間おから、バレ手間絶対あかんねん。いや、でもやってほしいわ。いや、そうやってあの、なんていうの、あの学術的に調べたらすごい社会性のなんかね、あれデータ取れるかもしれないよね。うん、いやでも普通は、普通はってあれやけど、うん、もう暑いからみんなこうしましょうやけど、あえてそういうところで楽しくか、もしくはね、うん、暑さに耐えれるこのなんか体になってるという、はあはあ、ちょっと進歩してる。あれ、あれちゃう、なんかどっかのなんかすごい研究所とかがなんかそういう実験してる5人かもしれない実は暑さをあれするみたいな、実はどっか遺伝子いじられて怒られるんですよ、ね、国から金もうて、うん、それで酒こうて臨床実験みたいな。でも可能性ないことないですけどね、うん、不思議なんですよね、毎年思いますわ。やっぱり強いんやろね、いろんな意味で。よくなんか、まあ、そのまあ、いないとは思うけど、落ちてるもん食べても当たりませんよとか言うてはるやん。やっぱね、雨降ったらいけないんですよ。なんで？いや、雨濡れるん嫌なんでしょうね。それは嫌ない、うん、雨降ったらいけない。あ、俺ら弱点は雨弱い。雨弱い、うん、雨降ったら絶対におらん。お、風はおる。おる、風がきつい時でもおる。台風とか、まあ、あ、でも雨が、うんうん、でも雨の時は絶対にもいけないですね。ほう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 、それ以外は必ずいてるんですよ。うんうんうん、もしかしたらご本人さんたちも見てるかもしれへんし、これをね、はい、もしくはそれに詳しい人はいろいろ、いや、絶対興味あるよ、ね、普通人間として行動がおかしいやん、うん、
嫌なものを避けたりとか、うん、でもそこを楽しめるっていうのがそうなんですよ。楽しんでるかどうか知りませんよ。でも耐えれるとかすごいですよね。俺ほんま聞きたいもん、熱ないもんって。ほんでね、長袖着てるおっさんおるんですよ。ほう、ジャンパーなんでやろ。よかな、 まくったらええんちゃう。まくったよね、ここまで。なんか今ちょっとあるんちゃう、絵描いてるとか。いや、そういう風に見えへんしね。でもないの、うん、そうで、ここにファンついたやつちゃうんですよ。普通のジャンパー着てるんですよ。ほうほうほうね、ほんでますます分からんでしょ。はぁ、がっつり。いや、ほんまワンダーランドよ、その、あの辺りは。なそやわ、ほんま聞きたいけどね。いや、ほんま聞いてきて。聞こがないか。ほんま、なんかこう持って、こう、ルポして、ね、いや、それも、だからその興味本位でじゃなしに、うん、ほんまに言ったら、地元なわけだ。だから普通に多くたんですよ、あのね、缶、うん、ビールの一本でも差し入れしたら、喋ってるんだから。お茶熱いなこと飲みや、言うて熱ないんかいなとか言うたら喋ってくれはるかもしれん。もう人情デカみたいになもう聞き出したんだ。もうそこのもうあの兄ちゃんいろいろ俺ら話聞いてくれんねんで、ものすごい人気者になってたし。どうしよう、馴染んだら馴染んでな、一番チャンピオンになってたしその辺のね、毎日見たら待ってね、酒用意して用意してあかん、リーダーやそんなリーダー、リーダーで、まあ、またあの詳しい情報ある方教えてください。いや、またちょっとあの興味あります、ね。はい、あの調べますんで、はい、はい、調べたらまたここで結果報告しますので、一つよろしくお願いします。お願いします。